し、俺様の出番だな。大丈夫、僕が綺麗に切ってあげる。超旬愛カレーに参上。いくつかの疑問は残されたものの、騒乱の端緒となった誤解は解け、蜀徳川連合軍と魏織田連合軍は双方矛を収めた。だが胸をなで下ろすいとまもなく、次なる騒乱が発生する。宮本武蔵、アキレウスらの独立勢力が魏織田連合の領地を吸収。守備していた黒田官兵衛と郭は窮地に立たされた。宮本武蔵たちの狙いは何なのか、あるいはこれも玉物前の暗躍によるものなのか。疑念を抱きつつ、花公園たちは仲間を救援すべく出陣した。こりゃあひどい状況になってやがる。早く手を貸さねえと皆がやべえ。こうなった理由を確認するのは後ですね。今は急ぎ、角殿たちを救わなくては。あやね、はやぶささん、こんな形で戦うことになるなんて。ああ、嬉しいよ武蔵、やっと君と全力で戦えるんだね。ああ、浸るの後にしてくれ。とにかく急いで皆を助けに行くぞ。妙才の本気。敵に囲まれてようが引けねえな。突破して味方を助けるぞ。敵の増援かよ。だが簡単に合流させねえ。ここで足止めされるわけにはいかない。一気に突破するわ。やっと武蔵と切り合えるのに、皆さんの美しさに負けてはいられません。この長春愛も華麗に咲き誇りますよ。おお、まるで神ってもな。足並みに不安は残るが、頑張るぞ。ジョコ、あんたもか。そこなったぜ。いいやつだと思ってたのによ。待たれよ武蔵殿。拙者ら本当に身に覚えがござらん。Yeah!
私は話を聞いてほしいんだ。血が昇ると会話ができなくなる話かな。うるせえ悪党ども、こっちには話なんかねえ。これはまいった。まるで聞く耳は持っていないか。信じておりました。ご助力感謝します。友軍は分断され、防御線は破壊。この状況を打破するのは難しかろうな。いやいやいや、冷静に分析している場合じゃないって。さあ俺と勝負だ。覚悟しろ。悔しいが、これは引かねば。敵将、俺様が討ち取ったぜ。さすがのお働き。私の知略に勝てるとお思いか。行くことが。そのまま負けではない。敵将を切ってあげたよ。私の知略に勝てんとお思いか。おお息子よ、無事で何よりだ。父さん、いいところに。いや、助かったよ。引くことも、そのまま負けではない。敵将を切ってあげたよ。来たか。ヘイラの女性に感謝する。その調子で火種を消し尽くす。おお、申し分ない働きだ。こいつらの仲間か。なら俺がまとめて相手してやるぜ。ハッハッ、ほんとはありがたい。これでなんとかなりそうだ。嬉しいよ武蔵、やっと君を切ってあげられる。一郎、俺と切り合えんなら悪党の味方でもしちまうのかよ。まだやられるわけにはいかねえんだよ。いやー、ありがたい。皆さんのおかげで助かりましたよ。で、あいつらなんで攻めてきたんだ。何者かにたばかられたのだ。武蔵ならば騙すのも容易だからな。羊が群れたところで狼には勝てん。あるざまな屍を晒すがいい。相手がたける獣ならばいい手があります。
こちらの戦力も十分。一つ試してみますか。よし、なら俺と息子に任せてくれ。俺たちの実力をたっぷり拝ませてやら。奴の進路には弓兵を伏せてやる。その正射に合わせて背後を突いてください。ご加勢助かり申す。気に足りない。行ってみっか。お呼びです。大きだ。敵に矢の雨を降らせよ。小賢しい真似をする。弱兵どもが何本矢を放とうと無駄だ。私の知略に勝てんと思いか。いやお見事。の因果を見極めた。皆さん、私もお供します。なら私は正面から奴らを攻める。いつまでこのぬるい戦を続ける気だ。遠くから矢を追いかけても俺には当たらんぞ。こっちは賑やかしよう。俺様の矢は当たると痛いぞ。他の忍びらが戦場から姿を消したな。怪しいね。念のため兵を服しておくが。俺に撃たれることを光栄に思える。貴様覚えていろ。嬉しいな、君と斬り合えるなんて。ほう、申し分ない働きだ。さあ、潰されたくなければ道を開けなさい。あなたは私が叩き潰す。潜入完了。門番は撃破した。これで門も開けた。さすがの腕前だが、その動きは予測通りでね。これ式の障害押し通るのみ。あやね、あなたは私が止める。私の知略に勝てんと思いか。ことがそのまま負けではない。敵将長春雷が華麗に打ち取りました。いやお見事。これも因縁ってやつかしら。あんたにはここで決着をつける。どうしても気はないの。
ありがたいね。よく切れそうな刀だね。その剣で僕と切り合おう。その剣に惹かれたわけではないよ。己の剣に酔う者、全力で打ち倒そう。漆黒の闇より水産、いざ勝負。嬉しいな、君と切り合えるなんて。やるな。だがここで引き下がれ。お前の信念しかと感じたぞ。もはや刃を交える意味はない。ここは引こう。まだだ、俺の戦いはまだ終わっちゃいねえ。およびで剣入りしたがい作戦しようぞ。怪我は大丈夫なのかよ。わかったけど、あんま無理すんな。俺が全力で戦ってやっからよ。どうよ、この加工妙斎様こそ真の三国武装。えな、龍様申し訳ありません。嬉しいね、君と切り合えるなんて。自分の力、お見事です。自分の借りを返すぜ。覚悟しやがれ。せっかく切り合えるの。楽しもうよ、武蔵。ふざけんな、小次郎。これは貴様の信念じゃねえ。その首いただいた。ここまでかよ。私と美を競うか。いいでしょう。引かざるを得ぬか。敵将を切ってあげたよ。さすがのお働き。将兵らの士気も高まりましょう。いつにも増して美しくありませんね。今日のあなたはまるで別人のようです。原因は何だったのかね。さあなあ、まあ、考えてもしゃあねえ。誰か事情を知ってるやつに聞くしかないわな。まこれくらいは当然だわな。さて武蔵殿、俺たちを責めた理由を教えてくれるかな。だから何度も言ってるじゃねえか、先に仕掛けてきたのはお前らだ。聴覚を騙し打ちしやがっただろう。
俺はそういう卑怯なのが一番許せねえんだ。少子、勝手な思い込みで騒乱を起こすとは、己の愚かさを不意調して回るようなもの。なんだと？てめえ、しらばっくれる気か。おりゃ、あれだな、賜物前とダッキの仕業じゃねえか。似たような話、俺は何度も聞いてきたぜ。偽物が何人もいるとしか思えねえ事件をな。偽物がいるだと？そんな話信じろってのかよ。信じられないのも無理はありません。しかし、相手は人ではないのです。何が起きても不思議ではない。この世界であなたもそれを知ったはずです。それはそうだけどよ。まあ、急に信じろってのも無理な話だ。今は納得できなくても構わねえぜ。ただな、こっから先は協力してくれ。俺たちもこの状況を何とかしてんだ。分かったよ。俺たちもお前らに力を貸す。よっしゃ、うまくいったな。いや、実に素晴らしい。へえ、お見事。ありがとう。徳川と諸国の連合軍より報告です。牛頭山で賜物前を発見したとのこと。現地には偵察のため宝刀殿が先行しているそうです。うん、ついに奴を見つけたか。長き生き延びてあったな。奴に逃げられてはかなわぬ。我々も急ぎ牛頭山へ向かうぞ。